小次郎、わしの右目をえぐれ。行くぞ小次郎。承知いたしました政宗様。織田信長が上洛し中央で覇を唱えていた頃、奥州で一人の若者が元服した。伊達藤次郎政宗、南奥羽を治めていた伊達輝宗の嫡男である。輝宗は陸奥の覇権をめぐり相馬氏とたびたび激突、一進一退の攻防を繰り広げていた。やがて輝宗は相馬を撃滅すべく出陣、政宗とその側近となった片倉小十郎を従軍させる。伊達政宗初陣、独眼流の快進撃はここから始まった。主従の将政宗初陣。地の小十郎参ります。遅れを取るな小十郎。
を行く竜を阻めるものか。砦は全て落とせ。完膚なきまでに叩き通じろじゃ。この砦は容赦あまり切る。なんと見事な。さあ、かかってこい。では本気で。お許しください。なんと素晴らしき戦果よ。道が埋まってしまったぞ。仕方ございません。迂回して中央砦に向かいましょう。開門決定してくれる。砦を落としやがった。かしこまりましたか。なるほど、戦の腕は確かだな。しかし面倒なことこの上ね。あいつには報酬弾んでもらわねえとな。中央砦は守備の要のようでございます。たやすくは落とし込める。ここは砦を守る将を外におびき寄せましょう。その隙に伊達の忍び黒羽織組を砦の中に。承知じゃ。どうやった。それでこそ小十郎よ。これも行くせんお許しください。中央砦は大混乱じゃ。さすがは小次郎、見事な知略よ。剣をつかみ。さすがでございます、マサダ様。小十郎め、集団者のくせにやるではないか。我ら子さんも負けてはおれんぞ。中央砦では伊達がいただいた。全軍金山城になだれ込め。かしこまりました。小僧やるね。じゃあ次の手を打っていれば。あの拠点は援軍を呼び込むのに好都合さ。敵より暴殺すべきでございますが、政宗、援軍に初陣の功を立てよ。わしは中央砦に控え、お前の御詰めをしよう。父上、必ず期待に応えてみせましょうぞ。皆の者、城に向けて進軍じゃ。ご無礼なのだ。この拠点を明け渡していただきます。敵将撃ち取ったり。殲滅を。被害が拡大してしまいますよ。
まりました。かしこまりました。火薬の威力を見せてやるんだ。殿、火薬で雪崩でござる。崖が雪で埋まり、対岸より敵が進軍中。雪崩を起こして道を作れと、奴らの狙いはわしか。父の身が危ない。驚く余裕が終わりでした。ヘルブレスの場合は終わりでございます。ようやった、殴りせい。この勢いに乗り、ヘルムネを討ち取れ。承知じゃ。ここで増援か。相馬もなかなかやりおるわ。この初陣に親が足を引っ張るわけにはいかぬ。敵将打ち取ったり。報酬をすれには立てよう。歯抜かる者はことごとく撃つ。敵将打ち取ったり。もうわしはいつ隠居しても安心じゃ。
承知じゃん。そう、かしこまりました。若き竜よ、城を落としてまいれ。金山城の門は固く閉ざされておるな。かしこまりました。小次郎、いかにする。政宗様のおつむは飾りでございますか。仕方ありません。策をお立ていたしましょう。門が開かぬなら開けさせるまで。照宗様を語り、相馬をおびき出しましょう。政宗様に承知じゃ。対して、なんと無礼な。やはりわしはあのメガネを好きにはなれん。今こそ出陣の時、当主テルムネを討ち取ってくれる。承知じゃ。ぶちのめしろ。我こそは伊達テルムネなり。相馬よ、怖くて出てこられるか、バカめ。これも戦にて、お許しくださいませ。かしこまりました。ヘルブレ様を狙うとは不時期戦乱。ご無礼ながら、討ち取らせていただきます。さすがでございます、政宗様。今をつかめ。敵将撃ち取ったり。敵将撃ち取ったり。テルムネここにあり。撃つなら我を撃て。テルムネがすぐそこまで迫っておるじゃと。わし自ら撃ち取ってくれようと。テルムネを目の前にして黙っておれようか。このあなたが相馬の黒幕様でございます。打ち取らせていただきます。ちょうどいい、小僧の黒幕様の力量も測らせてもらおうか。打ち取りします。金山城を奪還したぞ。我らの勝利じゃ。この初陣がまぐれと言われぬよう、共に励んでまいりましょう、政宗様。
十郎、こたびの戦は見事であった。だがあまり調子に乗らぬことだ。心得ております、宗時様。古い方々の役割を奪おうなどと毛頭考えておりません。その物言いがすかんのだ。大体貴様のメガネも気に食わん。うちは揉めはやめい。戦勝の喜びがうせてしまうわ。みなようやってくれた。おかげでわしは初陣に勝てた。中でも小十郎、貴様の働きは軍中随一であった。お褒めに預かり、恐悦至極に存じます。わしはこれより奥州を、いや天下を制す。それには貴様の知恵が必要じゃ。貴様はわしの右目を奪った。それゆえ死ぬまでわしのために働いてもらうぞ。はっ。そう、私は政宗様の右目を奪った男。この罪は一生消えない。いくら政宗様や家中に疎んじられようと、ただ伊達家のために働くのみでございます。